はい、皆さんこんにちは、イカミックスです。今日はですね、ちょっと真面目な話をしたいと思います。コロナの影響で、国の方からね、いろいろ給付金とか補助金とか、助成金とか、っていうものの、施策が打ち出されていると思うんですけれども、今回はその中で、雇用調整助成金と呼ばれるものについて、ちょっと思うところをお話ししていこうと思います。なので今回の動画に関しては、いつもの感じではなく、どちらかというと事業主さん向けとかっていう内容になりますので、ちょっとそこはご了承ください。で、雇用調整助成金って、そもそも何なのかと言いますと、今そのコロナの影響で、仕事が激減している、業種とか、かなり大変だと思います。で、その中でやっぱりその従業員さんに、お給料を、出勤してもらうと、やっぱりそのお給料 100% 払わなきゃいけないじゃないですか。なので、従業員さんに休業をしてもらいますと、ちょっと仕事ないんで、今月うちの会社はもう休業状態ですとなった時に、じゃあ従業員さん働いてないからあなた今月お給料ゼロですよというのは、やっぱりその従業員さん的にはもうめちゃくちゃ困るわけですよ。もう生活もあるんで。なので休業させた時には、事業主が一定の給与保障をしてあげてくださいというのが、休業手当になります。で、この休業手当の金額は、ざっとですけれども、お給料の 60% 支払ってあげてくださいねというものになるんですけれども、この、休業手当、1回事業主さんが払った、金額に対して、国が、ある程度持ってあげますよという制度が、雇用調整助成金というものになります。簡単に言うと、例えば1日、休業手当としてこの人に5000円払いましたと。で、1回それは事業主の元から5000円というお金が出ていくんですけれども、後で申請すれば国の方から、例えばじゃあ4500円を、お返ししますよというような、制度ですね。これが雇用調整助成金というものになります。で、この雇用調整助成金が、この4月29日現在、何回かね、いろいろコロナ特例ということで、書類の簡略化とか、要件の緩和とかが打ち出されたんですけれども、申請件数とか、実際に支給決定が下りた、件数が、あまりにも少ないということで、かなり使いづらい助成金となってます。で、書類の、簡略化ということで、書類の、記入形式を簡単にしますよというところが、結構大きく動いたんですけれども、実はそういうところが根本的な問題ではなくてですね、その雇用調整助成金を支給する上でやっぱり壁となってくるところ、超えなければいけないものっていうのが、全体的な事業所の中でかなり揃ってるところが少ないんじゃないかというところが、その申請件数が少ない理由になるのかなと思います。その申請にあたって、必要な書類っていうのが、ちょっと、あるんですけれども、まずはそのやっぱ休業させるんで、じゃあその労働日、あと休日、あとその休業日がいつなのかっていうものを、確認するために、出勤簿またはタイムカードを出してくださいということになってます。で、あとはシフト制の場合は、じゃあどこが出勤日で、どこが休みで、どこが休業したのかっていうものが分かる勤務カレンダーとか、シフト表を出してくださいということになります。で、特にシフト制のところですよね。要は、休業手当っていうのは労働すべき日に休業させたので、休業手当を支払いますというものになるので、もともとの労働日が設定されてないと休業手当を、払わなきゃいけないのかどうかっていうのが分からないんですよ。で、シフト制のところに関しては特に5月シフトなんて、じゃあどこが労働日だったのかっていうのはぶっちゃけ決まってないじゃないですか、まだ。で、しかも休業するんで、別にその出勤日とかないですよっていう話になるんですね。で、もし仮に、いや出勤日とか決まってませんっていうことになると、じゃあ要件不該当でダメですということになるので、無理やりにでも、5月シフト作ってもらって、ここ労働日だったんですけれども休ませましたと。で、休ませたので、休業手当を支払いましたというような、実績が、必要になります。で、出勤簿ないところも、あるはあるんですけれども、
まあ、そこはそんなに、大丈夫かなと思います。出勤もないっていう会社、つまり出勤もないよっていうところだと、はい、ダメっていう感じになるんですね。であともう一つが、要はその休業手当が支払われましたというものを証明するために、賃金台帳ですとか給与明細を出してくださいということになります。で、この給与明細とかも、通常働いてもらった部分と休業手当で払った部分、これを明確に分かるように、作ってくださいということになってます。なので、まあ、この出勤簿とか、賃金台帳とか、まあ、給与明細とかっていうのは、まあ、別にあればいいってわけではなくて、ちゃんと明確に分かるように作ってくださいねということになってます。であとは、その所定労働日ですとか所定休日とか、所定労働時間とか賃金の締めとかを、確認できる、就業規則とか、給与規定とか、または、雇用契約書、まあ、労働条件通知書と呼ばれるものでもいいんですけれども、これを出してくださいねということになってます。で、まあ、ここら辺がね、結構ネックになってくるところで、まあ、就業規則まずありますかっていうところで、就業規則っていうのは、まあ、パートとかアルバイトとか含めて、事業所単位でね、10人以上、従業員がいれば、まあ、作らなきゃいけないものになります。でも就業規則作ってない会社っていうのは、山ほどあります。また給与規定、まあ、就業規則がないんだから給与規定なんて作ってるわけないんで給与規定ありませんとか、あと、雇用契約書ですね、まあ、働いてもらうからには、従業員さんと雇用契約書を結ばなきゃいけないんですけれども、これ、まあ、あの社員さんだけじゃなくて、パートとかアルバイトの方ともちゃんと雇用契約書を結んでくださいねということになってます。でここら辺がないっていう会社が多分かなりの数になってくると思います。で今言った、出勤簿、賃金台帳、まあ、就業規則、雇用契約書で中身が適正なものをすぐ出してくださいと言われた時に、はい全部出せますっていう会社が要はそうそうないってことなんですよ。で本来だったらここら辺の書類ってやっぱり法律上を揃えておいてくださいねっていうものなんですけれども、簡単に言うとその法律最低限の書類が揃ってない事業所っていうのがあまりにも多すぎるっていうのが、現実なので、ここが一つ雇用調整助成金を申請する上での、壁になってくるということですね。要はこの法律上揃ってなきゃいけない書類がないっていうことが、まあ、申請できない一つの理由になります。で、もう一つは、いわゆるその労働保険っていうものに、加入してなきゃいけないんですけれども、まあ、そもそもそれも保険入ってませんというような形になります。まあ、ちょっと、例えばあれですけども、簡単に言うと、脱税しながらやってますみたいなイメージですよね。だから本来税金を払ってやっていかなきゃいけないっていうのを税金払ってません。で、従業員を雇うっていうことは、いわゆる労働保険というものに加入しなきゃいけないんですけれども、労働保険に加入しないで、ずっとやってってますっていうような事業所も、一般の事業所はそんなに多くはないんですけれども、やっぱちょいちょいあります。で、その雇用調整助成金の、支給申請ができる、事業主で最初っていうのは、まあ、風俗営業のお店は外れてたんですけれども、まあ、いろいろね、まあ、ニュースになって、皆さんも、お知りかと思うんですけれども、風俗営業も、雇用調整助成金は申請できるようになりましたと。でただこの風俗営業店が労働保険払って賃金台帳を持って出勤簿を持って就業規則があって、風俗のねお嬢と雇用契約を結んでるかって言われると、まあ、おそらくこれはほぼないんじゃないかなと思います。確かに形上は、風営のお店が申請できるようになりましたよってなりましたけど、実際中身を見た時に風俗営業店がこれだけの書類をちゃんと揃ってるのかと言われたら、やっぱりそこは、もうほぼほぼ揃ってないと思います。で、まあ、うちのね、うちのっていうか俺の動画を見てくれている人は多分わかると思うんですけども、まあ、自分ね、結構それなりに、まあ、そういった店に遊びに行ってますよ。で、職業柄、やっぱりこういうとこ気になるんで、聞くんですね。ジョーとか、まあ、あとは、スナックとかだったらね、ママさんとかに直接聞けるんですけど、まあ、ジョーだったらね、風俗の。雇用契約って結んでるの？給与明細とかあるの？って聞くと、まあ絶対ないっすよ。
まあ、給与明細とかは源泉だけ引いて、まあ、一応もらってますっていうのはあるんですけども、雇用契約はもうそもそも結んでないと。でちなみに、まあ、お店側の主張からすればこれは雇用じゃなくて、まあ、業務委託なんですよと、いうのが多分主張だと思うんですけれども、じゃあその法律上で雇用と業務委託ってどうなったら雇用なの、どうなったら業務委託なのっていう条件がやっぱりあるんで、俺から言わせれば風俗店の上はそれ雇用契約でしょっていう感じなんですね。でも、雇用契約してないので、まあ、言っちゃえば雇用契約してないってことは休業手当も、支払わなくていいっていう方向になりますので、まあ、一応そういったところがありますかね。まあ、風俗場に関してはやっぱり直接その労働保険入ってますかっていうのは事業主の話になるんで、まあ、さすがに聞けないんですけど、スナックのママさんとか、まああのキャバクラの、まあ、運営している人とか、に、まあ、聞いたことありますけれども、労働保険に入っている店舗はちなみに今まで1店舗もなかったです。1個もないっす。まあ俺もそんなすごい行ってるわけじゃないんで、母数がいっぱいあるわけじゃないんですけれども、自分が確認した限りは1個もなかったっす。1個もなかったってことは、少なくとも自分が通ってた店とかそういうところに関しては助成金は使えませんというところになります。まあね、以上のような、まあ、あのことがあって、まあ、現状はね、やっぱその法律上揃ってなければいけない書類がないと、作ってませんということで雇用調整助成金、申請できませんというのが、まあ、結構問題になってじゃないかなというところを、思いましたので、まあ、今回、まあ、そういう感じになってますという内容になります。まあ、一応そういうところで何か、ご不明点とかあれば、まあ、コメントとかしてくる人いるのっていうのはありますけど、まあ、相談には、まあ、乗りますんで、まあ、一応声をかけてみてください。というわけで、今回は雇用調整金助成ごめんなさい雇用調整助成金について、思うところでした。まあ、いろいろね、コロナの影響で大変だと思うので、まあ、情報発信できたらまたやっていきたいと思います。じゃあまた。